はい、どうもラッキーです。今回は武器解説です。最後の武器解説になりますね。M14 カスタムということで、まあメインの方で、アンロックするやつで最後ですね。まあそれと、まあ、そのピストル枠の方に出てきたやつもすべて、解説しましたので、まあ、本当にまあ、これが最後になるかと思います。まあ、長らくやってきましたけど、そうですね。最後ですね。というわけで、まあ、またまたちょっとこれ、初見というか、なんか、そのまま来ちゃったやつなんですけど。まあ、そもそも、まあ、ちょっとあんまね、スナイパーが上手ではないっていうのもありますので、まあ、そうだな。まあ、もうちょっと取ればっていうのもあるんですけどね。まあ、これでいいやと。いうわけで、このクリップにしました。はい。まあ、プレイはあんまり、あれかな。ちょっと見せれるものではないかと思います。ということでね。まあ、ご了承くださいって感じかな。はい。では、入っていきましょうか。M14 カスタム、長距離を攻めようと、スナイパーライフル。まあ、そのまんまですけどね。スナイパーライフで攻めようとと。パスパス抜けるやつですね。はーい。反動経験は、まあ、ちょい高めと。おー、うるさい、うるさい、うるさい。まあね。反動経験。まあ、反動、軽減が高いっていうことは反動はあんま感じないっていうわけなんですけど、まあでも、スナイパーなので、そんな連射すると、もちろん跳ね上がりますよ。なので、まあ、リコイル制御っていうのは、セミオートでリコイル制御ってかなり難しいんですよ。だったら、まあ、撃って、なんだろ、跳ね上がるのを止まって撃つっていう。まあ、そこまで連射できるってわけじゃないんですけど、まあ、ちょっと、ほんとちょっとの感覚なんですよ。やってみた感じ。やっぱそこですよね。ほんとだから、マックスに連射すると、跳ね上がって、多分命中率も下がるんで、待つ方がいいと思います。ね。はい。パーンって打って、ちょっと待つっていう感じで。まあ、ちょっとってほんとちょっとなんですけどね。まあ、精度を落とす、高めるっていうのかな？まあ待ってからっていうのが、まあおすすめかなと思いましたね。で、命中率は高いね。スナイパーなのでね。ダメージもまあ高いと。まあマックスではないですけどね。まあ射程はマックスになってると。発射速度も、じゃないね。発射速度は中くらいですね。中か。まあそうだね。連射できないと言った通り。まあ、見た感じの通りですよね。まあ、セミオートなんで、コッキングは、まあ、ありませんと。まあ、メトラーよりは、まあ、もちろん遅くなっていますけども。まあ、ただ、まあ、ネックなのが、この、ね、元から覗くっていうパターンですよね。苦手なんですよ。そもそもスコープがね、まあ、FPS でもね、スコープがあるくらいなら、アイアンサイトの方がいいわって思うくらいなんでね。で、まあ、こちらね、ヘッドショット一発かな。でもね、ヘッドショット一発で決めたことあったかなっていう感じなんですけども、胴体だと、今の感じ3発じゃなかったですかね。となると、なんかビシャイみたいな感じですよね、だから。まあ、ダメージもマックスではないので、多分ここが響いて3発ぐらいになると思うんですよね。でも確かに、普通のスナイパーライフルで頭一発、胴体二発っていうのを変わんないでこれセミオートにしちゃったら、多分セミオートみんな使いますよね。多分。だから胴体が3発のはずなんですよ。ちょっとすいません。ね、前紹介したアンチャーテッド TV で確かめてくればいいんですけども。多分やった感じではね、まあ胴体3発な気がしたんですけど、多分ですね。解説になりませんね、多分じゃね。申し訳ないですね。では、装備、セットを見ていきます。M14 カスタム、コスト5。フォッサ、コスト2ですね。地雷、
入れに、エルドラド。もう珍しいですね、エルドラドなんてね。めったに入れませんけど。まあ、こんな感じでね、高台からやっぱスナイパーライフルなんで撃ってるのもいいですよね。めっちゃみんなに見られましたけど。まあ、ああいうのもね、一つ味方のためになりますよね。その、なんだ、注目をね、ここに見させて、味方は別からやると。うん。うまいこと味方も裏取りできそうですしね。うん。もうここでエルドラド使いたいんですけど、まあ、真下に落ちてしまうんですね。まあ、もったいないところではありますけども。やっぱりこういう場面でね、打ち勝てることができないんですね。おお、当たったね。はい、ヒットショット。いいですね。そして、ブースターは、屈強な体2、マーキング3、相棒ハンター1。屈強な体がレベル上がりましたね。確かまあ、条件はヘッドショットだったらしい。まあ、だったんですね。うん。まあ、なんでまあ、簡単っちゃ簡単ですけどね。確か 35? でしたかな?でしたかな? 確か35だった気もします。はい。確か。うん。で、屈強な体さんにすると確か35%だった気がします。すいません、あやふや。そうですね。まあ35%でした。まあでも多少ですけども、やっぱり効いてくると思います。そこら辺はね。うん。やっぱり少しですけど。うん。こういう場面でも強そうですけどね。この頭出しポジっていうんですか?うん、こういうのだとやっぱり攻撃武器が光るポジションなんじゃないかなっていうのを感じるんですけど、どうでしょうか?お、いい、あ、KO か。うん、やっぱ今、胴体2発入れましたけど、やっぱ倒せないと。辛いですね。でもやっぱ使ってる人結構いますよね、M14。でも結構ね、上手い人だってやっぱり、またかと思って、またこの人かセミオートでね、やっぱ音も結構怖いんですよ、これプスプスって。うん。なんでね、まあ、やっぱりでも使ってみたら、ですよね。まあ、結構もうみんな持ってる人いるかな。うん。結構ね、僕からしたら結構アンロックするのに結構時間かかったんですけど。まあまあまあ、そうか、ずっとやってる人は、やっぱりアンロックしてるか。うん。ここは、微妙。で、まあ、こんな感じで M14 カスタムは、まあ、説明終わりとなるんですけども、終わりましたね。武器解説。まあ、今のも冷静にやれば、3発当てれるんですけどね。うん。そうですね。どうしようかなと思いまして。武器解説は、やっぱり伸びがいいんですよね。伸びがいい。まあ、僕の動画の上位がほぼ武器解説なので、まあ、続けていきたいと。も続けるっていうのも限界あるんですけどね。もう一回 AK47 から始めるのかっていう話でもありますね。まあ、希望があればね、またちょっと、新しく作ってみたいっていう気持ちもありますけど、ほんとひどいんでね、最初の動画っていうのは。たったまあ3ヶ月で語ってんのもあれですけどね、あー、落ちちゃったと。まあ、たまにあるやつですよね。まあ、まあいいんだ、いいんだ。まあ、ちょっとね、まあ声のボリュームとか、まだ設定してなくてですね、まあ、全然聞こえなかったっていうのがあるんですけど、まあちょっと、そうだな、そこら辺も考えてちょっと新しく作りたいっていうのもあるんですけどね。まあ、今後またパッチとか当たって AK 弱体化とか、まあ多分あると思うんですよ。まあでも FPS ほどコロコロ変わったりしないのかなって思うんですけど、まあそういうね、パッチ情報があったらまあ、そうだな、検証になっちゃうのかな。でもまあ、ちょっと解説使いながらまたこういった感じで解説できればいいんじゃないでしょうかね。うん、まあ。例えば、夏パッチの、まあ、AK 武器解説みたいな感じで、まあ、また、することも多分あるかと。まあでも、解説といってもね、まあ、こんな通りですけど、あやふやなね。まあ、それでもまあ、見てくださる方がいれば、まあ、
もちろんやりたいと思います。そうですね。ここダウンいいですね。はい、なんでそうだ、ヘビーウェポンか、ヘビーウェポンの方の武器回数まあ考えていますけども、まあどうしようかなと考えてる途中ですね。まあそのまんまか、どうしましょうかねといった感じなんですけども、まあ考え中ですね。まあそうだな、本当に伸びがいいんでね、いやらしい話でありますけど、一番いってんのアーローヘッドなんじゃないでしょうかね。前見たら444再生でね、ああ語呂がいいなと、なんか一人で見ててね面白がってましたけど、まあ単純にでもね、僕からしてみたら400単位っていうのはすごく嬉しいんで、もう3桁いけばいいんですよ、すごく嬉しい。まあ、3桁いってる動画なんて5個もないと思うんですけどね。5個もないな、本当にない中で、まあ400っていう数字を出してアーローヘッドさんはね、でもねやっぱ新しい武器だからと思うじゃないですか。 P90 出したんですよ、同じぐらいにね。だけど P90 はね100再生いかないっていうちょっと謎現象なんですけどね。やっぱ P90 って割とみんな使うのかなと思いますね。多分アーローヘッドは使わないからなんか見るみたいな感じだと思います。多分、ね、本当にこの差なんでしょうね。本当に同じぐらいに出したんですけどね。 P90 もほらだから新武器だからね、同じぐらいに出してあげようと思ったんですけど、なんでこうも差がつくのかなーっていうという感じで終わったんですけど、まあ今後ね、まあアンチャーテッドの武器解説はどうでしょうか、出すかな、わかんないですけど、まあ成績は微妙ですね。10ダウン 6KO7 です。はい、ということで今回は武器解説、武器の武器解説かな、メインウェポンサブウェポンの武器解説は最後になります。今回は M14 カスタムを紹介していきました。まあよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。ラッキーでした。I'll be back.